りはいつでも見守っておるぞ。勝利。勝利。この勝利も星々の導きのおかげです。
の盾を破れる者などいない。どこもかしブレイズウィッチに遭遇しなかったとしても、オイラの麦は、ああ、お前たちはここの住民じゃないから、この地に伝わる伝説を知らないんだな。ああ、何でもマーリンっていう偉大な明治が、この地に祝福を授けたんだって。あ、いや、加護かな。ほう、つまり君は、その伝説目当てにわざわざ。伝説や物語性のある商品は、商売にも、最初は、新しい取引先を開拓できないか。成績地金麦村の土地はとても豊かで、ここで取れる。でも、いざだからどうにかして市場を開拓して、販路を広げよう。そう、ブレイズウィッチのせいでね。そう、カッカすんな、お坊ちゃん。盗賊に命を取ら、それはそうだけど、そこまで落ち込むことないだろ。たかが荷車数台の麦、お坊ちゃんにとっちゃ。確か騎士団が後処理に来た時、君の一声で紹介から謝礼として。バレンさん、それとこれとは全く話が違うよ。騎士団への贈り物は感謝の気持ち。そう、気持ちを伝えるのも手助けも人情も大いに結構。でも商売となったら話は別だよ。たとえわずかな損失だろうと、きっちり帳簿に記録しないといけないからね。そう思うと、北村での仕入れは予想以上に不愉快だったな。友好的な人がほとんどだったけど、すごく態度の悪い村人が何、商売のルールを無視して。それに火事が起きた時も、あいつらは道端で見物するだけで。確かに変だな。俺が知る限り、北村の人たちは畑や家を何よりも大事にしているし、団結力も固い。ま、今はそれよりも材料集めに集中しよう。他のことを考えるのは橋を渡ってからだ。の勝利。勝利。よかった、これで南村へ行けますね。ロアンさん、なんだかあまり嬉しそうじゃないですね。だってこの橋、位置的にこの橋の装置さえ壊せば、いとも簡単に北と南を分断させられるだろ。今回は偶然オイラが修理できたからいいものを。これが貨物車を連れた他の対象だったら大変だったろうな。
そうなんだよ。壊れやすい橋にルールを無視する危険だらけの商売環境。この周辺で貿易ルートを構築する計画を再検討する必要があるかも。この盾を破れる者などいない。